はい、始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、ユタボンに高卒認定試験の英語アドバイスをしてみたいと思いますね。はい、ユタボンがですね、まあ昔ね、不登校でおなじみだったユタボンがですね、高卒認定試験でですね、8科目受けて7科目合格しました。ね、これはもう本当素直におめでとうございますですよ。まあ、もちろんいろんなこと言う人がいると思いますよ。高卒認定試験って簡単すぎだろうとかね。それはわかりますよ。ぶっちゃけ高校に3年間行くよりも高卒認定試験取った方が早いし楽ですよ。だって合格させてあげようとしている試験ですからね。いわゆる大学入試みたいに落とそう落とそうみたいなね、そういう試験ではありませんからね。で、ただね、やっぱりね、英語はレベルが高いんですよ。他の教科に比べて。やっぱ日本語だから他は。ちょっとやればできるようになるし、4割でいいので、基本的にはね。4割取れば合格なんですよ。でも英語で4割取るためにはやっぱ基礎ができてないといけない。普通に生活してて使わないし、知らないよってなるんだよね。英語に関してはね。だからなかなかできるようにならない。本当に苦手って言ってますね。もう一回基礎からやり直そうと思ってるってね、アルファベットからやるみたいにね言ってたと思うんですけど、なんで解説します。一から、はい、どういう風にやっていけばいいのかですね。まずですね、英語はですね、大問が7つあります。で、それぞれの配点なんですけど、1から6までが4点です。1つ4点ですね。で、それに対して大問7だけ5点で、4割取ればいいので、ぶっちゃけ長文である6と7ですね、大問の6と7を取れなくても全然合格できるんですよ。だから32点分しかないので、長文が68点分は長文じゃないので、ここを確実に取れれば大丈夫です。ただし、やっぱり単語や文法をちゃんとできないと取れない問題が結構あるので厄介です。で、問題の形式としてはこれから見ていこうと思いますけど、基本的にはセンター試験ですね。共通テストではなく、センター試験時代の問題ができればまあ大体取れるだろう。で、それとはちょっと違った形式のものがあったりするって感じですね。はい、一つずつ解説していきますから、ユタボン今度こそ合格しよう。まずは大問1ですね。大問1は、まあ前にね、ルナとの動画撮ってるので出しているんですけど、いわゆる強制ですね。はい、どこが強く読まれるのかですね。文の中の。だからこの問題どうですか ?May I help you?Yes, please. I'm looking for a pair of sneakers.ね、スニーカー探してるって言ってますね。I see. Will you be running in them? No, I'll use them mainly for walking. というふうに言ってるんですが、どこが強く読まれるか。You と Be と Running と In と、はい、どれが強く読まれますかってやつで、で、基本的な解き方としては、まあ、弱く読まれるものと強く読まれるものっていうのが英語にはあるので、それを覚えることですね、さっさと。今回、下線の引かれてない、わは助動詞で、助動詞は弱い。you、代名詞です。代名詞は弱く読まれる。b、b 動詞は弱く読まれます。running、run は動詞です。動詞は強く読まれます。in は前置詞。前置詞は弱く読まれます。ということで、これは running が正解になる。これが基本的な解き方です。で、強く読まれる品詞、まあ、内容語。そして弱く読まれるものを機能語っていうのを覚えるっていうのがまず一番目です。2とかも同じで解けるよね。ほら、 Can you upload them? っていうのは Can が助動詞、 You が代名詞、 Upload 動詞で、 Them が代名詞だから Upload が強く読まれるってすぐわかりますね。だからこれを読む必要も全然ないやつ。それに対してこれですね、はい、3番のやつね。 Are you checking in any bags? バッグチェックインしますか。そう、これはね、やっぱそうなんで、英語ってこういうのもわかんないじゃないですか。普通に勉強してこなかった人にとってはわかんないけど、バッグをチェックインするのね。 Yes, I have three suitcases. まあこれ空港でね、預けてるわけですけど。 What's your ticket? You can only check in two suitcases for free. あなたのチケット2つだけだよ、スーツケースを無料でチェックインできるのはっていう、この3番が強く読まれますね。そう、前のものとの対比情報ですね。3と2はこれが対比されてるよってね。対比情報や新情報は強く読まれますよってやつです。だから check は動詞だし、2形容詞、スーツケースです名詞で、強く読まれるものですね。品詞として強く読まれる内容が3つあるんですよ。3つあるんだけれども、一番重要なのは3に対して2ですね。この対比情報です。で、あとチェックインとかスーツケースってすでに出てるじゃないですか。これは旧情報と言われるもので、そこは弱く読まれるよってやつです。だからこういう勉強ですね。これが、センター試験時代でできるので、ぜひですね、それ使ってユタボを勉強してもらえればいいと思いますね。基本的に品詞の内容語と機能語を覚える。その後で強く読まれる対比情報や新情報は強く読まれるよっていうのを知っておくっていうのが大事になります。はい。続いて大問2です。大問2は会話の穴埋めです。
At the library というようにまず状況が与えられます。はい、図書館で。はい、I'm looking for the science section ということで、science section ですね。サイエンスのところを探している。Okay, are you looking for books in a specific scientific field? 特定の科学の分野の本を探しているのって言って、Yes, I'd like to find some books on DNA and genetics、ね。はい、DNA と genetics についての本。何についてという本ですね。Okay, go to section B, biology ですね。はい、これ問題ないですね。はい、1が正解。で、DNA や genetics が分かんないとね、この遺伝学とかさ、これがバイオロジー生物学だって分かんないといけないですね。だから難しいんですよ。バイオロジー生物学を知らない人、まあ世の中にはほとんどですね。で、ジェネティックスなんてもっと知らないじゃないですか。DNA はさすがに知ってる人が多いよね。ということで、英語ができる人たちからすれば、何言ってんの、こんなの当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、分からない人には全く分からないって。大卒の人たちにもうずっと英語触れてなかったらこういうのもできないからね。 You have to return them by Friday. Friday までにそれらを戻さなきゃいけない。その本借りてないし。 OK, read them right now. 今読めって言われても、 You need to show me your ID card. いきなりだね、 ID カード見せなさい。はい、っていうやつです。これはだから文脈を使えばわかるようにできてます。ただしやっぱり単語わかんないと無理だなっていうのが、まあ過去も見てると思う印象ですね。はい、2問目。At the post office ですね。はい、郵便局。I'd like to send a package to Victoria, Australia. はい、オーストラリアのビクトリアに送りたいと。パッケージをね。First, you need to register both your information and the recipient's information. だこんなのもわかんないですからね。普通に英語勉強してこなかった人、触れてない人にとっては全然わかんないです、ね。あなたの情報とその受け取り人ですね。recipient。これ結構レベル高いところでも recipient 知らないっていう人いるんでね。学校とか予備校でも。で、それをレジスター登録しなきゃいけないんですね。で、なんとかっつって、You can do it here on this computer ですね。はい、それをコンピューターでできると。When do I have to register them? ね、いつっていうのに対して You can do it here はおかしいでしょ。Where do I have to do that for? ね、何のためにそれしなきゃいけないのって言って、ここでコンピューターでできるおかしいですね。Where do I post it? ポストがおかしいですね。How do I do that? そうですね。どうやってできるか。どうやってできるかって言ったら、ここでコンピューターでっていうふうに答えてますね。はい。こういうふうにきちんと代名詞の指すものとかね、何が聞かれているのか疑問詞とかね、こういうのも分かってないといけないのが、まあ、会話問題ですね。まあ、厄介なのは、あとは省略が起こったりすると結構難しかったりしますね。で、続いて第3問は、極正常問題です。これが難易度が高いです。正直言うと。大門さんのレベルはちゃんとやっぱね、やってなきゃいけない英語で、有名な文法、有名な構文しか出ないんですけど、それ知ってるかって言われたらなかなか難しいんですよ。さっきまでのやつってなんとなくこれかなって思って選んじゃえるんですけど、こうやって並べ替えなきゃいけないので、なんとなくこれかなじゃできないんですよ。1個だけを選ぶってものじゃないので、空所が2個ありますからね。2つ当たんないといけないので、なかなか難しいです。これで自分自身はこの大問が鬼門になるんじゃないかなと思いますけどね。 I'm a professional pianist and I wanted my son to be one too って言ってですね、はい、プロのピアニストで息子にもなってほしいと。 However, when he was 10 10歳の時 I realized that what he wanted to なんとか I wanted him to do ね、これがだからまず意味がわかんないからね、この文のね。 I stopped teaching him pianoAnd shortly after, 教えるのやめて、その後すぐに he joined a soccer team. サッカーチームにやった。そうですね。だからこうかなり構文難しい。What he wanted to do ですよね。彼がしたいこと。Was different from ですね。これと異なっていた。What I wanted him to do。彼がしたいことと私が彼にしてほしいことは違っていた。まあ普通日本語で聞いたら何のことないですけど、この what 説の塊とかね。Be different from とか。ね、これって結構厄介です。だから英語は高1段階のレベルで合格できるって言われるんだけど、結構きついです、ぶっちゃけ。はい、続いてですね、これがまあ4番が、1から3の各メッセージの送り手が意図したものとして適当なものを答えなさい。まあ、トイックとかで何のためにこれ書かれてますかとかってよく出てくるやつですね。まあ、スキミングして解くようなやつなんですけど。はい、見てますか。Today is the last lecture in this semester. この学期の最後のレクチャー。For your final assignment, you will need to write a 3000 word essay on any of the readings from this term.この楽器の readings 読んだやつですね。のどれでもいいから、それについての3000語のエッセイを書かなきゃいけないと。The deadline to submit is June 10th at 11:59 p.m. No later papers will be accepted. ということで、提出期限っていうのが6月10日の11時59分。遅れたらもう受け入れられないよ。授業の課題について伝える。はい、問題ですね。教科書の購入方法を案内する。違いますね。公開講座の受講方法を案内する。書いてないですね。休校の理由について伝える。全然違いますね。というので、これで1ってわかるんですけど、これはだから特にね、日本語で書かれてるから結構当たっちゃう。
っていうか、うん、単語だけこう拾い上げてこれじゃないかなっていう風になるんで、なんでできちゃう人が結構いるって。まあ韓国語でもこういうのってあるんで、韓国語の試験で、だから自分自身もこういうのねリスニングでやったりするんです。で、わかりません、その気持ち。ただ日本語でやるっていうのがすごいアドバンテージというか、うん、楽な点ですね。次です。次は空所に入れるものを選ぶ問題ですね。で、単語入れるんですけど結構長いんですよ。で、文脈に合ったものを入れるってやつ。だから後ろにこの in なんとか ways ってやって、 beautiful ways なのか expensive ways なのか easy ways なのか different ways なのかっていうのを文脈から答えるって問題です。 Playing video games is very popular around the world. テレビゲームやるのは世界中で人気だよ。 Some people like to play with other players on the internet. そうですね、ネットでね対戦するなんていうのありますよね。 While others like to play alone. 一人でやる。 There are some people who enjoy watching games played by popular gamers. ゲーマーたちにプレイされてるのを見るのが好きな人たちもいる。はい、そうですね、僕もそう。 People enjoy video games and ということで、オンライン対戦する、一人でやる、見るのが好きだから in different ways ですね、違ったやり方でっていう風になります。だからここまででなるべくもう40点は取ってほしい。40点をもう取っているっていうのがとても大事になるわけですね。で、この後が長文です。その次の長文が図表とかが出てくるやつですね。まあ順番通りに解けるんですけど、基本的に。ただ図表の読み取りとかが苦手な人にとってはかなり時間かかっちゃう。で、最後ががっつりとした長文ですね。まあストーリー調のものが多いんですけど、段落ごとにこう読んできながら答えていけばいいっていうような内容。ただやっぱ読めない人にはかなりきつい。なのでその前段階で取るっていうことをお勧めします。だ、長文としてはまあ準2級から2級なんですけど、まあ取れる人にとってはすごく簡単ですけど、まあ言うたぶん今の状況ではかなり大変だと思うので、なのでまずは正常以外のところですね。正常英作文はかなりちゃんと文法をやった後じゃないとダメです。それ以外のところで確実に取れるように単語力をつけていくっていうのが大事かな。単語と文法を勉強するっていうのが大事だと思いますね。それでまあ過去問と、あとはセンター試験の過去問とかやるといいと思いますね。まあ50分しかないんで、英語だけやっぱ終わんない人が多いよね。時間足らないと思いますね。とにかく単語をつなぎ合わせて想像してやっていく人がすごく多いんだよね。だからね、うん、結構きついとは思いますね。まあ、だから一応予想とかが出てて、これぐらいの人が合格してんじゃないのかなっていう予想が出てて、やっぱ国語とか9割超えるんですよ。公共とかさ、歴史とかさ、この辺って日本語でやっぱ知ってる人が多いからね、超えるのに対して。で、あともやっぱ8割とかいくんですよ。で、数学だけ7割で、英語だけ6割なんですよ、予想がね。そうだ、合格確率がガンと低くなるんですよ。やっぱり英語だけがレベルが高い。日常生活しててできるようになんないんだよね、なるほどね。はい、ということでした。皆様どう思われますかというか、はい、ぜひ歌本頑張ってください。そして受けられる方ね、ぜひ参考にしてもらえればと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。